陳弥主ゲルは、五官の政治家。字は、中居、女南平子氏の人。子に、陳一。五官書に、つてがある。祖父は、加藤大衆の地位にあった。十五歳の時に、すでに天下への志を有していた。軍に出資し、高齢となり、老中になったが、母の母のため感を知りいた。母が開けると、死死の集計に、 別が十字として招かれたが、集計と意見が合わなかったため、受けなかった。その後の官への誘いも断った。大尉である、利方からの招兵に応じ、議論となり、落安大衆に転じた。落安軍のある清州の志士,士は、利王であり、南王の前では一歩引いていたが、陳茂るだけが堂々としていた。軍に、州という高潔の死がいたが、 陳茂だけが交流することができた。南昌の大衆の時に、女子という因子を数計し、陳茂はもともと品格を好まなかったのだが、女子のためだけに椅子一脚をあつらえ、彼が帰るとその椅子を片付けたという。また、朝鮮という人物がこうで評判であったが、陳茂は、朝鮮が、服も期間中に五人の子を設けていたことを尖め、帰って罪に下した。 大将軍両義は、陳茂の評判を聞き、死者に、さことを用いさせて、陳茂を招こうとしたが、陳茂は死者を鞭打ちにして殺した。陳茂は左遷されたが、間もなく、少書となった。中央でも直言を止めなかったため、予償大将に左遷された。予償でも高潔で人を寄せ付けない性格は、変わらなかった。間もなく少書霊として中央に復帰した。 その後、大航路となったが、白馬令の理運が直感して、官邸の不況を買って中殺されそうになると、陳修ゲルは理運を弁護して、免職となった。田舎に戻っていたが、議論として、再び召し出され、公六君となった。風将の乱発や、狩猟遊びの流行を厳しくいさめたが入れられなかった。五官中老将の講演と共に選挙を司さどったが、 権力者におもねることをしなかったため、残限を受け免職となった。なお僕屋として復帰、ふと中大部となり、やがて、傭兵の公認の大意となった。陳茂は誇示したものの許されなかった。かな人となっていた、リアタラが宦官,官と対立し、弾圧を加えられると、陳茂はリアタラを擁護し、還元を続け、ついに免職された。皇后、 東明王女が官邸に配位された後、陳修ゲルは、東明の出自の高さを理由に、東明を新たな皇后に押した。官邸が崩御すると、陳修ゲルは、皇太后となった、東明に召され、大夫、六将所持に任じられる。官邸の後継として、劉広氏を迎え東部と協力し政治を取った。コラン、創設といった、官,官勢力を除こうとするが、 宦官勢力の逆襲を受け頭部は中殺され、陳茂は仲間を80人ほど連れて、抗議のため三大士宦官の王はじめを罵倒しつつ、捕獲された。投獄されると即刻殺害された。年齢は70を超えていたという。この陳には、陳茂の友人の主審にかくまわれ、後に、奇襲死し大カオルの霊帝配立計画に参加している。ありがとうございます。